こんにちは、スペインでサッカー選手してます石田仁です。練習前に自分でねアクティビティ入れてから練習の方にはします。昨日のね練習のことをメインでお話はしていくんですけど、今怪我人が多い中だったので、そこは考慮しながらという感じにはなりました。なので実際今怪我人はすごく多くて、長期離脱の選手は全部で3人いるのね。もうチームのやりくりは難しい状況ではあると思うんだけど、まあ選手なのでそこは考えずに、目の前のトレーニングを、ね、一生懸命頑張るだけだとは思ってます。で昨日ちょっとセレナのね、ところで、コーチと一緒にお話をしました。で森川さんって言って僕が、小学校の時かなに、ゼルビアのコーチでお世話になってたコーチがいました。本当に何年ぶりって感じよね。でそのコーチとセレナのね一緒にペアでやってる仲ですか、仕事上の都合でこう関係性はあって、僕とお話したいってお話言ってくれて、ズーム上で会ったという感じです。で、久しぶり、僕が小学校5年生とか僕のスクールのコーチだったので、だからそこで、森川コーチも今その自分でサッカー教室スクールをやってて、すごい大規模なね、スクールを持ってるということで、いろんなアドバイスであったりとかっていうのをいただきました。そのところ初期のところで大事なことっていうのはやっぱ改めて共有できたし、やっぱそこに振り返ってやっていかなきゃいけないんだなっていうのはやっぱ改めて思いました。1時間しかなかったのであんまりこう深い話はできなかったんだけど、これ少しずつね、森川さんともこういろいろなんかできたんだとは思ってます。実際セレナのオンラインのクラスを森川さんのサッカースクールで導入してもらうとか、そういうところで交渉してきたらなと思います。昨日に関しては1時間しかお話できなかったので、次の時はもうちょい時間取ってもらって、ご飯も食べてたからそういうところじゃなくてちゃんと、座って、家なのかなんか分かんないけど、そういうところでお話してきたらなと思ってます。そんな感じで今日の一言にしたいと思います。ではまた。こんにちは、セレナアカデミー代表の石田仁です。スペイン、カンタブリア地方で、プロサッカー選手として活動しております。このセレナアカデミーは町田発、本物を手に入れるためのサッカースクールです。選手のやる気スイッチオン保証します。スペインで現役プロサッカー選手の僕が直接指導します。ヨーロッパの本場でプレーするからこそ分かるノウハウを全力で伝えていきます。グランドトレーニングとオンライントレーニング、グランドでやったものをオンライントレーニングで振り返る最高の環境を整備してます。会場はデルビアフットサルパーク。お待ちしてます。